ですけど、うん、ちょっと待てよ、今巻き戻したんですが、それぞれの試合にあったのはすごい良かったなと思いました、ね。で今日は対戦という企画で放送してまいりましたけども、ちょっととんでもない内容が今ぶっ込まれました。だけではないですし、もともと一人でモンスター収集して遊ぶという方も多くいらっしゃいますし、自分の割とスタイルで自分のパーティーでこだわり持って進めるっていうことができるゲームだと思っていますので、ぜひ皆さんもなんだろう、周りが早くクリアしてるとかっていうのも焦ったりしないで、自分のペースでプレイしていただければと思います。僕もこの後またもう何回クリアしたか分かんないですけど、ちゃんと製品版でもクリアしてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、さあそして横田さんに最後の質問、視聴者の皆さん、いきまーす。うわ、やばいなこれ。マクドナルドの件はこれね、そう、これちょっと待っててさ、さっきこの話あったんだよね。今巻き戻したんだけど、これに関して言うと、いくつかご意見いただいていまして、こっちに関して言うと、なんだろう、正式な回答とかっていうのはこの場では申し上げられないというか、確認とかがちゃんとあるので、うん、まあそりゃそうでしょうね。告知させていただこうと思ってるんですけど、まあ炎上してましたからね、やっぱり対応するかというか、そこに関して言うと今うちの宣伝とかも含めて検討しているところですので、ちょっとなんですかね、続報。めちゃくちゃ気まずいやんけいや、ちょっとデリバリーの件さすがにちょっとヤバすぎたって感じか。でも気持ちとしては、まあ、少々お待ちくださいという、はい、そこは、はい、認識しておりますし、話はしてますので、うん、お待ちください。よくしますしっていう。そうですね、それはもちろんそうです。何かしら、はい、何かしら対応は、ね、する予定でございます。いや、これマクドの件はね、ちょっとセンシティブやと思うんですけど、吉生さんいかがですか。いや、ちょっと今日ね、粗品さんなんかもう何個か、はい、プロデューサーの方に質問してると思うんですけど、うん、結構あ行くなっていういやいや、なかなかセンシティブだね。どう思われますか、マクドの件は。マクドの件、はい、まあなかなかコンプ勢としてはね、ちょっとね、そんなん言うな誰が振ったんすか、もうやめてくださいよそんなこと言うな、よくやさいよ、ね、デリバリーとかやっぱひどいよな、これ。はい、そこに関しては何かしら回答を出す予定ですので、はい、すいません、繰り返しですがお待ちください。ああ、なるほど、公式から言うと回答があるそうです。ここはそんなことより楽しいからね。そうですよ、ゲームが最高でございます。ありがとうございました。ということで、約1時間半お送りしてまいりました、このドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅、発売7日後パーティー、いよいよ終了となります。はい、ここまでご視聴いただいた皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。すでにプレイしている方も、これからの方も、このドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅を、あなたなりの楽しみ方で存分に楽しんでみてください。というわけで、本日はどうもありがとうございました。お開きでございます。ありがとうございました。ゲームが面白いみたいな。いや、もうゲーム、本当に吉生くんじゃクリアできない。いらっしゃいますし、自分の割とスタイルで、自分のパーティーで。いやー、これどうなるんでしょうね。ちょっともう一回見てみるか。いますので、ぜひ皆さんも、なんだろう、周りが早くクリアしてるとかっていうのも焦ったりしないで、自分のペースでプレイしていただければと思います。僕もこの後またもう何回クリアしたか分かんないですけど、ちゃんと製品版でもクリアしてまいりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、さあそして横田さんに最後の質問、視聴者の皆さん、いきまーす。うわ、やばいなこれ。マクドナルドの件は。マクドナルドはやっぱりやばいよね。マクドナルドのデリバリーの件ですね。お願いします。まあ今ね、話にあった通りですね。まあこれはあくまで個人的な見解ではあるんですが、まあ多分ね、おそらくではあるんですけど、まあ多分配布が今後あるんじゃないかなと思いました。まあ配布っていうのはその、なんだろうね。まあちょっと非常に、表現難しいところではあるんですが、まあ無償配布っていうのはさすがにないんじゃないかな。なんでかっていうと、すでにもうデリバリー頼んでる人がいるし、で、そこでお金も発生してるから、返金ってわけにもいかないだろうし、しかもこれマクドナルド絡んでるからさ。でも限定配布っていうか、なんかその無償配布とかになっちゃうと、それはそれでまた、すでにお金払ってる方がね、いい反応しないし、難しいっすよね、めちゃくちゃ。うん、めちゃくちゃ難しいっすよね。はい、まあ何とも言えないけどさ、本当にここに関しては、うん、けどなんかかなり難しい話ではありますよね。さっきもちょっとプロデューサーから口、プロデューサーからちょっとねお話があったかと思いますが、なんか決めるのも難しい、すでに払っちゃってる人もいるしね、どうすんだろうって言うけど、無償にしたらしたってまた荒れるだろうし、
だからまあデリバリーはやめて、まあ普通に持ち帰りとかでも OK ですよとか、店舗で頼んでも OK ですよみたいな感じになるのかな。けど多分マクドナルドとしては多分デリバリーをそのもっと推進したい、もっと使ってほしいから、その目的で今回そのマクドナルドがコラボしていると思うので、そもそもなんかコンセプトがずれてしまうので、マクドナルド側からなんか利害が一致しないし、俺多分難しいんじゃねえと思っちゃうんだけどね。かデリバリーの金額を下げる、まあ、下げたらやっぱりハレーション起きるよね。もうすでに頼んでる人からするとって感じだと思うし、無理やりサラダ頼んだんだけどみたいないや本当は頼みたくなかったけどさみたいなコメントとかも前回ついてたと思うんで、いやけど無料配布無償配布も難しいし、マクドナルドの関係考えると、でさらにまあそれに加えて、さっきもなんかあった通りね、まあ持ち帰りとかも OK にするとか、持ち帰りっていうかそのなんか普通のモバイルオーダーとか普通に店舗で頼むの OK にするっていうのもちょっとできないと思うし、いやー状況的に厳しいんじゃねえのっていうのが率直な意見ですかね。これどうだろうね、難しいですよね本当。ただまあ今回こういったなんか出来事が起こったので、まあおそらくではあるよ、おそらくではあるんだけど、多分今後ですね、こういった形で、まあ、少なくともですね、まあ、モンスターの限定配布とか、このシリーズでは行われないんじゃないかな。モンスター3内では。なんか、下手すると吉野家とか、なんかスシローとかね、いろいろなところと組んで、なんか今後ともですね、継続的にあるんじゃないかっていう説などもありましたが、まあ、状況的にはもうなさそうだなと思いましたね。まあ、何とも言えないですけどね、この時点では。はい、まあ、そんな感じで、今日のところは動画終わりましょうか。お疲れ様です。はい。いやー、けど。どうなんだろうね。いや、マジで予想つかねえよな、これ。いや、本当に。ガチで予想つかん。どうなるんだろう、みたいな感じだよね。いや本当にそう思いましたね。まあ、発売後、こちら、発売7日後パーティーか。で、今のお話が行われまして、でまあ、見てもらったら分かる通り、今回のその発売7日後パーティーに関しては、まあ、1時間半ぐらいの番組となっていて、一応ですね、こういった形で、スペシャルグッズのプレゼントキャンペーンだったりとかもそうだし、ちょっとまあ画面今ずれてるかもしれないんですが、まあ、あえてずらしてるっていうところもあるんですけど、まあ、こういった形でですね、はい、もろもろ情報が出ていたりとか、まあ、ゲストの方を招いて、なんだろうね、まあ、こういった形で対戦を繰り広げて盛り上がるみたいな内容になってました。で、まあ、質問コーナーがさっきもあった通り、なんか気になってるところ質問しましょうみたいなコーナーで、特にそのユーザーの声を代弁して、コメントで、あとはその質問してくださるといったコーナーが追加されていたといった構成となっていました。ただまあさっきも言った通りマクドナルドの件とか結構やばいのでやっぱり公式としても今考えているところですっていうような正式な回答がございましたので、まあ一旦そこについては街の状況ではあるかと思いますが、もし公式から何か続報がございましたら、こちらのチャンネルでまた取り上げていくのでよろしくお願いいたします。いやけど発売7日後パーティーなかなかすごい内容でしたね。想定外っちゃ想定外だし、こんな質問していいんだっていうところでちょっとびっくりだったんですが、まあ、非常に盛り上がっていたようで良かったです。で自分もですねリアルタイムで見ていて、でもう一度ね今見ていたところなんですが、まあ、やっぱりさっきの質問の内容ね気になったので取り上げさせていただいております。では今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。